今日の一言は、へっぴょんありです。これは、新米の人のことを指して呼ぶときに使います。ぴょんありは、ひよこですね。へっぴょんありは、その年に生まれたひよこのことです。ここから転じて、新米の人を、へっぴょんありと呼ぶことがよくあります。